キャサリン・ホイールはイギリスのロックバンド。1990年にロブ・ディッキンソンとブライアン・ファターを中心にイングランド極東部の港町グレート・ヤーマスで結成され2000年に解散。1992年にアルバムファーメントでデビューを飾る。バンドは当時のイギリスで流星だったシューゲーザーに分類されるがバンド自身はラッシュやブラック・サバス、ピンク・フロイド、 キング・クリムゾンといった70年代の HR、HM や、プログレッシブロック、当時アメリカを席巻していたグランジ、ジョイ・ディビジョンや、ザ・サイケデリック・ファーズなどのポストパンク、ニューウェーブ、ハウス・オブ・ラブや、エコーザ・バニーメンなどのネオ・サイケまで様々な影響を受けており、他のシューゲーザーバンドとは一線を画す表情豊かなサウンドを提示した。デビュー当初は、特に、ハウス・オブ・ラブや、 エコーザ・バニーメンと比較されることが多く、ロブ自身、1992年のインタビューで、1990年5月に、ハウス・オブ・ラブのライブを見てぶっ飛んだ。ラブ・イン、エーカーのような曲が書きたいと思って、3ヶ月の魔曲作りに没頭したよ。それでできたのが、I want to touch you なんだと語っている。1993年にセカンドアルバム、クローム、 1995年にサードアルバム、ハッピーデイズを発表し、この2作でよりグランジ、HR、HM シーンに接近。イギリス本国よりもアメリカで熱烈な支持を受ける。4枚目のアルバムとなる1997年発表のアダンイブでは、ピンクフロイドの炎、あなたがここにいてほしいや、トークトークのスピリット・オブ・エデンといったアルバムからのインスピレーションがかいま見える。 全2作とは異なる、叙情的なロックを展開。2000年に、バンドは、シンベーシストであるベン・エリスを迎える。そして低冠誌のついた、ザ・キャサリン・ホイール名義で、リリースされた5枚目のアルバム、ウィシュビルで、以前のハードロックグランジ路線に回帰したが、アルバム売り上げの低迷を受けバンドは解散している。ロブは、バンド解散後の2005年にソロデビューアルバム、 フレッシュワインホーザホーセスを発表。ブライアンとニールは50フィートモンスターというユニットで2007年にデビューアルバムライフアフターデッドを発表した。ロブはポルシェの愛好家であり、解散後はロサンゼルスでポルシェ911のレストアを行うシンガービークルデザインを設立している。社名はロブが歌手だったことにちなむ。ちなみに彼はヘビメタルバンド アイアンメイデンのボーカリストであるブルース・ディッキンソンの重邸として知られている。ありがとうございます。